久しぶりに声ありの動画を撮っていこうと思います。そして久しぶりに手帳の動画を出していこうと思います。ちなみに今ちょっとコラージュスランプなんですよ。っていうかなんかこうコラージュが前ほどなんかうまくできないって言ったらおこがましいんですけど、なんかスラスラ進まなくなってきていて、なんか悩んじゃうことが増えちゃって、ああどうしようかなって思っているところっていうのと、あと私の作業部屋というか仕事部屋というかがエアコンがないんですね。なのでただコラージュの素材って、ここの前にちょっと動画出しましたけど、本棚とか棚にコラージュ素材がぎっしり詰まってるので、それを全部エアコンのある部屋に持っていくのが非常に困難なので、暑い部屋ではコラージュできないなというのもあって、であとはその暑いので早朝起きてコラージュしようと思っていて、ここ最近ちょっと朝5時ぐらいに起きて涼しい間にと思ってるんですけど、いかんせん眠くて頭が回らないということがありまして、ちょっとスランプに陥っています。まあ見ていただける方がいる限りは続けたいなとは思っているので、あとは涼しくなったらもっと効率よくできるのかなと思っているので頑張ろうとは思ってるんですけど、ちょっと動画も毎日ではなくてちょっとお休みするかもしれないですので、よろしくお願いします。ということで今日は手帳なんですが、じゃじゃん、ビタリータ、アシュフォードのビタリータを購入しました。で、まあ、実はこれ両方とも闇市で購入したんですけど、今ちょっとね牛の環境問題、牛さんの吐く息の二酸化炭素が、車をね電気自動車にするよりも牛と殺すっていうか牛となくした方がよっぽど環境にいいですよっていう問題があるので、新しい牛のもの牛革を買うよりはメルカリとかで買った方がいいんじゃないかなと思って購入しました。で、まずこっちが、ビタリータのライフオーガナイザーのミニ6プラス A6 のものです。これポケットとかは少ないんですよね。ここに1個入って、あとこっちに入るので、ノートが、まあ、頑張れば2冊入る感じにはなります。で、煽りポケット、ピロピロポケットがついていて、で、可動式のペンホルダーがついているというものなんですが、これが色がナチュラルですね。で、これね、闇市で目立った傷や汚れなしと言って売っていたんですけど、もうすごいんですよ。ボールペンの跡はたくさんあるし、超目立つ汚れだらけ。なんですよね。ちょっと来た時ショックだったんですけど、まあお安く譲っていただいたので、使っていくかと思いまして。で、ちょっと上はラナパーを塗って、お手入れはしたので、まあラナパーでちょっとずつ薄くなってくれればいいな。ちょっとその気配はないんですけどね。そんな感じです。で、もう一つが、やっぱりね、これ、汚れがあったのがすごく気になったのと、あとやっぱピンクが欲しいってなってしまって、で、ピンクバージョンを同じビタリータなんですが、サイズは、バイブルプラス B6 のサイズですね。構成は全く一緒で、ポケットがピロピロがついてて、あと言うの忘れてましたが、裏ですね。ここにも1個ポケットがついてます。で、じゃあ今回ライフオーガナイザーを購入したきっかけというかやりたかったことがあって、で、まあ、今までもいろいろ紹介してきましたが、たくさんシステム手帳を持ってまして、で、全然使いこなせてないんですよ。なんかそれぞれ役割分担を持たせてたんですけど、ここ最近全然触れてなくて、で、
やっぱりシステム手帳よりも私は都市手帳が好きかもしれないとか思いまして、でちょっとこのここにね、噂によるとこのミニロカカラス A6 はロルバーの M が収まるということで、これも2023年の12月までのものなので、最近買ったんですけど5ヶ月ぐらいしか使えないということで安く譲っていただいたんですけど、これがぴったり入るという噂だったので入れてみよう。ちょっとペンホルダーだけ気をつけて解除するな。よいしょ、気をつければほらちゃんと収まるんですよ。じゃん。ということで、これがやりたいがためにミニロックじゃなくてライフオーガナイザーにしました。ということで、セットアップをしていきます。まず丸電からちょっとね全然使えてないんで、どうしようかな、この使ってないところのディバイダーを拝借します。これ取れないタイプだ、切れるのかな、あとこの封筒を、封筒に穴を開けただけなんですけど、こっちはねポケットがたくさんついてるんですけど、イタリータさんあんまりポケットついてないので、これでポケット代わりにしていこうと思います。これは予備リフィルが入ってるので、予備リフィルごとお借りします。で、ネオビナードからは、これね外に持っていきたい手帳なんですけど、ちょっと私全くと言っていいほど外出をしないので引きこもりなので、でも外持ってったらかっこいいですよね。ということで、これは手放せず、でも使ってなくっていう感じで手元にずっとあるんですが、全然使ってないんですよ。もうね、1ヶ月も経たずに脱落しました、これについては。ということで、このお化けちゃんの封筒をもらうのと、そのウィークリーのディバイダーだけ、これディバイダー作りは結構気に入っていたので、これを拝借しますかね。こんな感じでもらっておきます。いつかちゃんと使いたいです。で、シャルトル、これは完全オタ活手帳になってるんですけど、からはでも使ってないディバイダーが欲しいのでもらいます。あ、そうそう、あとウィークリー挟んでるんですけど、ウィークリーもねちょっと使ってないので、これもうねもらう気満々でちょっと書き始めてるんですけど、よいしょ、8月からから2分だけもらっておきます。これも可愛いのでね、ちゃんと使ってあげたいんですけど、最近稼働してないです。でも挟んであるものはもう大好きなので使っていきたいと思ってますけど、ちょっとお休みしすぎちゃったということで、あとはこのビタリータがね届く前に
準備していたものがありまして、収支をつけたいなと、家計簿っていうほどじゃないんですけど収支をつけたいなと思っていて、で好きなフォーマットがなかったので手書きで作りましたっていうものですね。これを入れていこうと思います。よいしょ。というわけでセットしていきます。まずちょっとリフター代わりにくまちゃんでいきましょうかね。で、ウィークリーってあるんですけど、ウィークリーは何をしたいかというと、今までこのトラベラーズノートに、リングを仕込みまして、ゴムで留めてあるだけなんですけど、でここにキキララちゃん入れてあって、でキキララちゃんで YouTube に何をあげるかっていうのをとか、撮影何をしたかとかいうのを記録してたんですけど、これちょっとキキララちゃんがすごい邪魔で、ですごい汚くこうガチャガチャ描きたいものなので、でうちのノックスのウィークリーが余ってるのでこっちにしようと思いまして、でということでこれ YouTube 用のです。あとね、いろんな手帳を開くのがちょっとそれで使わなくなっちゃったのかなっていうのもあって、一つの手帳にねいろいろ集約させたいっていうのもありまして、この手帳に集約させようと思います。で、あとは、ちょっとここにね、やりたいことがあるんですけど、今、スタンプを買っていて、スタンプ待ちなので、スタンプが到着したらまたちょっと作っていこうと、リフィルをね、作っていこうと思いますので、また動画にできたらと思います。で、問題はこの子なんですけど、これね、ぴったり収まるのはとっても嬉しいんですが、このね、スケジュールをちょっと試しに、まあこれもともとお試しで買ったので使えるかなと思って買ってみたシリーズなので、試せてよかったなとは思ってるんですけど、スケジュールをちょっと書いてみたら欄が狭くて書ききれないことがありまして、なのでもう一個大きい L サイズを買おうかなと思ってます、ロールバーので。まあこれは全然後ろがノートとして使えるので、ノートとして使ってはいきたいとは思ってるんですけど、あとはね、このビタリータポッケが少ないので、ここのポッケもうまく活用していきたいなと思ってます。で、これ実はまだやってないですけど、このリングがここにちょうど上1個ずらせばちょうどここに収まるらしいんですね。入ってくれるらしいので、ロールバンをここのリングに仕込むっていうのもやりたいなと思ってます。そうするとちょっとはみ出た、このミニ6のリフィルよりはちょっとはみ出た感じにはなるとは思うんですけど、まあこのガタガタするの結構好きなので、それでいきたいなと思ってます。ここになんですけど、ここにも、ね、ノートを1個挟んでおきたいなとは思うんですけど、このノートの使い道が今のところなくて、どうしようかなってちょっと悩んでるところです。今一応何気にロールバンにはまってまして、こっちの、これダイアリーじゃない普通のノートの方ですね、これに勉強をしているので、そのノートを入れてもいいかなとは思ってるんですが、かわいい。ただね、ちょっと勉強するときにこっちいらないよねっていうのもありまして、どうしようかなと思ってます。というわけで、まあ今のとここんな感じ、またアップデートしたらお伝えしたいと思います。続いてこっち側ですね、はい、これはリング径がめっちゃちっちゃいんですよ。11ミリだったかな、なのであんまり入らないので、ノートメインで使っていきたいとは思っているので、これに
ダイアリー、これちょっとちっちゃかったので、このダイアリーの大きい方を挟みたいなと思ったんですが、このロールパン L サイズ持っているので、これを一つ挟んでみようと思ったら、まあ入るんですよね。あの縦は B6 サイズなので入るんですよ。なんですけど、なんかこんな風になっちゃうんですね。上から見るとこんな感じで、ここもなんか干渉しちゃうし、ちょっとこれは不格好だぞと思って、どうしようかな。ロールバーンのあのペラ、あのダイアリーの薄いバージョンのリングじゃない方のがあるので、それだったらまあいけるのかなと思ってるので、ちょっとそれ購入したら入れてみたいなとは思ってます。でリングのところにはこのね、大好きなロロマクラシックなんですけど、ちょっといい感じにツヤ出てきたかな、なんですが、これも 24mm にしちゃったので、リングを、なので重たくて、ここからあのすぐ見たいようなものについてはちょっと移行したいなと思いまして、ということでこの辺ですね、あのボールペンのリフィルだったりとか、手帳のサイズだったりとか、ズームの部屋のパスワードだったりとか、あと共同明細とか、この辺ですね。これをちょっとごそっと、でここはちょっとリング系も小さいのでシンプルに使っていきたいなと思っているので、こんな感じでサクッと見れるもの、あとはちょっと給与明細とかズームとか会社関係のものも入れているので、このノート、スケジュールも入れたいんですが、仕事のメモ、これボロボロすぎて表紙も破っちゃってるものなんですけど、片方表紙も取っちゃってるんですけど、この普通の B6 サイズ、ロールバーンはちょっと B6 より横がちょっとだけ長いので、こんな感じで、なので普通だったらそこまで干渉せずに綺麗に収めることができるので、仕事用のメモとスケジュールと挟もうかなと思っています。ということで今日のところはここまでのセットアップにしようと思ってます。またね、どんどんアップデートして、これもあの太らせていけたら可愛いかなと思っているので、で、あと他の手帳はちょっとお休みさせていただいて、この2つの手帳にいろいろと集約させていきたいなと思っているので、これでしばらくは続けていきたいと思います。